74号では横張りの上の部分を組み立てて、73号で組み立てた横張りの下部分と接合し、枕バネを取り付けます。ここも70号と同じ要領になります。今回付属するパーツです。最初に2つの横張り上部の開口部を向かい合わせておき、その中央に中心ピン支持金具を置き、ネジ A で留めます。横張りの両端に銘板をはめ込みます。文字の向きを確認して上下を間違えないようにしてください。横張りを裏にしてぐらつかないように両端に台を置き、横張り継ぎ金具をネジ B で2箇所留めます。もう一方にも同じ要領で継ぎ金具をネジ B で留めます。次にブレーキの役目をする整輪子を取り付けます。横張りの上下を確認して L 字になった取り付け部分が内側になるようにしてネジ B で2箇所留めます。裏側も同じように取り付けます。次に横張りの下部分と上部を組み合わせます。横張り留め具の間に差し込み、ネジ A で4箇所留めます。組み上がった横張りに73号で組み立てた測量をはめ込み、ネジ B で2箇所留めてください。この時軸箱の軸受け部分が内側へ向くように取り付けます。横張りと測量が接合されたら、測量上部の外側2箇所にネジ C を差し込み、ナットで固定します。ナットがはまったらラジオペンチでしっかり締め込んでください。次は枕バネの組み立てです。上側の枕バネに下側を組み合わせ、両端にあるネジ穴にネジ D を差し込み、ナットで固定します。付属したナット回しを使ってドライバーで押さえながらはめてもいいでしょう。これで枕バネの完成です。穴の開いている方が下側になります。
横張りを裏にして枕バネを差し込み、ネジ E で留めます。これで74号の完成です。各パーツの向きが間違っていないか確認しておきましょう。